Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. Kano です。Kanata です。お二人は何してる人ですか？学生？専門学生。あ、何系の専門行ってるんですか？私が美容で、私が医療系行ってます。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？帽子は古着屋で買ったやつで2000ちょいぐらい。ジャケットがザラで1万いかないぐらい。8000円しときます？8000円ぐらいで。okay. インナーも古着で2000円とか、はい、スカートは分からない。古着かな。ブーツは分かんない。めっちゃ安いブランドです。3000円ぐらい。3000円ぐらい、ね、分からないけれどもおしゃれですね。ありがとうございます。嬉しい。OK、じゃあお姉さんお願いします。はい、さっき買ったあの古着で買った2000円ぐらいの帽子で、はい、でこれがザラで、はい、6000円ぐらい。これがシーンで700円とか。これがフズキフギャラリー。これも1万円。これがマーチンで2万5000円ぐらいですね。ちょっと裾上げられます。オッケー、ありがとうございます、はい、お洋服に毎月いくらぐらい使いますか？2万円ぐらいです。でも学生なんでお金ないんで、古着屋で安くて可愛いのを見つけられるように試行錯誤をして頑張ってます。オッケーです。異性のこういうファッションは好きだなってファッションあります？ドームコアとか、はい、でも私ジャケットが好きなんで、ジャケット着てる人、テック系？あ、テック系。テック系が好きですね。このファッション嫌だな、異性の。まあ、普通にそんなないけど、あの、半袖のパーカー、わかる？フードついてる。ピンポイントだね。え、何があるんだろう？ね、ガウチョパンツとか。ガウチョパンツ？ガウチョパンツとか。ガウチョパンツはどうなんですか？なんかこんくらいの丈とか。あー、なるほど。ガウチョパンツ。ガウチョパンツ。あー、なるほどね。履いてる人があんまり好きで、スタイルがよく見えてほしいですね。そうね。なるほどなるほど。スタイルいい服だ。最後カメラに向かってチェックしてもらっていいですか？アリサです。アリサさん、お仕事は何されてる方ですか？お仕事は今親が自営業で、それのお手伝いしてます。海外の飲食系です。お店は成田と茨城にあります。千葉と茨城。はい。あ、そうなんだ、はい。お店の名前とか聞いてもいいですか？ラッキーショップって言います。ラッキーショップ、はい、あ、OK です。はい。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段教えてもらっていいですか？ブランド、これは韓国のブランドであんまり覚えてないんですけど、はい、5000円ぐらい。これが最近そこでポップアップしてたお店で、はい、1万4000円ぐらいで、靴も、はい、多分韓国のブランドで5000円ぐらい。プラダで、はいはい、30万円いかないぐらいで。30万いかないぐらい、はい、ありがとうございます。お洋服にいくらぐらい使います？はい、10万円前後ぐらいです。お、はい、結構使いますね。結構使いますね。最近なんか買ったお気に入りのアイテムありますか？え、最近これ本当にこれ昨日届きました。あ、昨日届きました、はい、めちゃ可愛い。履き心地良さそうですね。あ、これすごい可愛いね。おすすめです。なんかちょっとあれですよね、いい意味で海外の雰囲気ちょっとありますよね。5カ国入ってて。5カ国、はい、どことどこと、ブラジルと、はい、あとイタリアとポルトガルと、はい、あとタイと日本です。あ、なるほど、はい。日本にはずっといるんですか？日本で生まれました。 OK です、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。安本健人です。お仕事は何されてる方ですか？アパレルスタッフやってます。ちなみにどこのお店でかって聞いてもいいですか？はい、原宿でレベリアスビヘイビアっていうアパレルブランドをやっております。ザ・ウラハラのローソンからノア行く途中に黒塗りのネオンが光ってるところがあるんですけど、そこで今年1月オープンしてやっております。ぜひチェックお願いします。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、モスコットのレムトッシュ3万ちょっとですかね。これがうちのブランドのレベリアスビヘイビアの
T シャツです。オリジナルですか？オリジナルです、うち全部あのオリジナルでやってます、はい、デザイナーがタトゥーアーティストでタトゥー描いてる、まあ、お札が、はい、バラになってます。白こんな感じで。なんて書いてあるんですか？あ、これうちのブランドネームのレベリアスビヘイビアって入ってます。おいくらぐらいですか？これはちょっと7700円で今も販売してるんで、ぜひうちのオンラインかうちの直営でしか買えない、卸もしてないので、ぜひちょっとよかったらチェックしてください。パンツはこれリッキーズです。まあ、874あのザ定番のパンツですね。これ5000円ぐらいじゃないですかね、多分。サンダルがリーフのサンダル。ここであのビールの瓶開けれるんですよ。そこがすごいいいなと思って。面白い。そういうギミックが好きで。え、実際開けるんですか、これ。衛生面気になるんで絶対開けないですね。そこは、そこは。めっちゃ足の裏なんで。なんかお店のコンセプトとか聞いてもいいですか？はい、うちのブランドコンセプトがバックボーンとして格闘技とタトゥーカルチャーをミックスしたアパレルになってて、なのでうちでスポンサードしてる格闘家のファイターとかもいたりとかで、デザインをタトゥーアーティストにやってもらったりとか、実際にお店で普段アパレルとあと花屋もやってるんですけど、そこであのタトゥー彫ったりイベントでやったりしてて、結構いろんなことをそのバックボーン軸にやったりしてます。待ってます。鈴木みきお、洋服のブランドを今4つやってるデザイナーです。なるほどですね、はい、ちなみにブランド4つお名前聞いてもいいですか？はい、マックスシックス、ワンメイド、みきお鈴木、あとゴルフのブランドワイメイドっていう。今日身につけてらっしゃるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、はい、上はこれがマックスシックス、これが36,000円です。ワンメイドというブランドの、あ、これもご自身カバンですね。はい、これも36,000円です。これはマックスシックスの指輪で、これ僕が今してるのは50万です。中指がカルチエで、はい、小指はエルメスですね。エルメスは22-23万、カルチエのも20万ぐらいだったかな。今日のパンツはプラダ6万円ぐらい。靴はね、割と最近買ったマルニーの靴で、これ8万ぐらいだったと思うんですけど、はい、いいですね、ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらいお金かけられますか？はい、いや毎月はそんな買わないんで、はい、まとめて買うときドカッと買う感じなんですけど、はい、まあ、ちょっと金額はやめておきましょう。はい、わかりました。ちなみにこうデザイナーさんということなんですけど、はい、普段このファッションのインスピレーションを受けるものとかっていうのは何かあるんでしょうか？結構音楽だったり映画だったりですね。 まあ、あと本当こう街歩いててなんか見つけた人がインスピレーションの元になったり、なんかあの人のなんか着てる服感じいいなと思って記憶しといて、はい、それを自分なりに再現したりとか、そういうのもあります。せいやです。ジュンです。お二人お仕事何されてる方ですか？フリーランスです。私 IT 系。何系のお仕事されてるんですか？アパレルだったりパーソナルトレーナーです。今日身につけてるものの、ブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？帽子は古着で3000円とかで、はい、セットアップが中国のなんかデザイナーズブランドで、上下で5万ぐらいで、ガシサイケっていうブランドです。時計がエルメスで40万、スニーカーがナイキ15,000円ぐらいです。メガネとバッグ、はい、バートフで3,000円ぐらいです、ね、でバッグがアダーエラーイーストバッグのコラボ、ちょっと値段忘れちゃいました。あ、オッケーです。じゃあ聞いてもいいですか？帽子がミューラーだ、4,000円ぐらい。とメガネも下北のなんか2,000円ぐらいの雑貨屋さんで買いました、なるほど。このベストがリックスストアで6,000円ぐらいで、6,000円ぐらい、はい、はい、これはなんか通販なんですけど、はい、3,000円かがめっちゃ安いもので、スカートが韓国に行った時、私韓国出身なんですけど、あ、そうなんですか、はい、一緒に旅行行った時に、はい、なんか千葉で1,000円ぐらいで、あとニューバランスのスニーカーで、はい、1万ぐらいだったかな。1万ぐらい、うん、ジャックムスで6万、はい、7万近く。7万近く、はい、OK です、ありがとうございます。毎月お二人はお洋服にいくらぐらい使いますか？差はあるけど、多い時で、まあ、5万とか、少ない時は全然何千円とか。あ、なるほどですね。古着をよく買うので、もう、はい、全然もう何千円で済む時があればまた数十万までいかないか、数万ぐらい、はい、バラバラですね。
本当おしゃれな方って本当に高いものを必ずしも着てるわけじゃないんだなってもめっちゃ思います。なんかお買い物すごく上手っすよね皆さん本当に。じゃあ最後カメラに向かって手振ってもらっていいですか。千秋です。千秋さんお仕事何されてる人ですか。インストラクター。じゃあ千秋さん今日身につけてるものを、はい、上から下までブランドと買った時の値段聞いてもいいですか。このジャンプスーツが、はい、下北の古着屋の、はい、前ちょっと忘れちゃったんですけどそこで1万円ぐらい。へー。クロールベルトもどっかの古着屋で、はい、3000円ぐらいです。へー。でこれはもらい物で、はい、友達に誕生日にもらいました。このマットももらい物で、古着屋の友達、母親がもらったものをさらにもらったんです。なるほどなるほど。こっちが、はい、この前ちょっとアメリカセドナに行って買ったラブラッドライトっていう。こっちは自分で作って、付き合って1年の時に作ってたやつで、これはフルフリアで、これも3000円ぐらいかなって買って、でこれも彼にからもらいました。へー、すごい、素敵。で、クラスはルミネのポップアップみたいな意外、ルミネってなんか出てくるの意外靴もそこで買って、でもこれはパロマウルっていうブランド、セレクトされてたブランドで、へー、3万円ぐらい、3万ぐらい、はい、すごい素敵ですね。異性のこういうファッションが好き、そしてこれは嫌い、一個ずつ教えてください。彼氏さんめっちゃおしゃれですね。なんかああいうのが好きです。なるほど。じゃあ最後カメラに向かって手振ってもらっていいですか。ありがとうございます。ミキと言います。ミキさんはお仕事何されてる人ですか。仕事はトレーダーです。今日身につけてるもの上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。これセットアップでルイスっていうブランドさん4万しないぐらい。4万しないぐらい。あ、OK です。中は3000円ぐらいのネットで買った白 T です。あ、なるほどなるほど。これは、はい、トーガのコインケースです。聞いてもいいですか。もらい物あ、じゃあもらい物プライスですってことで。実はドクターマーチンありがとうございます。普段、はい、お洋服にいくらぐらい使いますか。4万前後。あ、4万前後。買うときはめちゃくちゃ買うみたいな。そうですね、一気に買っちゃいます。あ、なるほど。いつ頃から服好きなんですか。僕はあの出会ってから、あのパートナーと出会ってから、はい、それまであんまりじゃ興味なかったんですか。あんまり興味なかったです。すごい影響力ありますね。OK です、OK です。ありがとうございます。ありがとう。美咲です。美咲さんお仕事は何されてる方ですか。いや学生です。普通に医療系の。医療系。はい。じゃあ美咲さん今日身につけてるものを、上から下まで順番に、ブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。カーディガンローリーズファームで、まあ、6000円ぐらいですかね。わかんないですけど。ワンピースもローリーズファームで、でこれもまあ7-8000円ぐらいで、これが去年買ったブーツのユニクロ、はいはい、これがちょっと忘れちゃったんですけど、はい、ブランドがちょっと覚えてなくて、でも最近買ったもので、はい、ちょっと一目で、はい、6000円ぐらいです。6000円ぐらい、はい、なるほど。お洋服に毎月いくらぐらいお金使います。なんか毎月っていうよりもシーズンごとに、なんか AW とか入ってきたらめっちゃバッと使う感じで、あ、そこからはあんま使わない感じです。なるほどなるほど、はい、OK です。なんかお洋服とかファッション好きになったきっかけってあったんですか。コロナ禍であのちょっと自粛期間で暇になっちゃって、いろいろ YouTube とか見て自分磨き頑張ったっていうのがきっかけです。ああ、そうなんです。それまではそんなにファッションに興味なかったか。あ、マジで興味なかった。マジで興味なかった。はい。え、コロナでこんなおしゃれになったんですか。いや、そのメイクとかも頑張って、はい、その当時彼氏いて、はい、でその彼氏に可愛いって思われたくて、なるほど、頑張った感じです。いいですね。はい。おしゃれになって何かいいことありましたか。おしゃれになって周りからおしゃれだねって言われたり、なんか買い物が楽しくなりました。ああ、いいですね。OK、ありがとうございます。
メリーです。コウヘイです。メリーさんお仕事何されてる方ですか？銀行員です。あ、僕も銀行員やってます。同期カップルみたいな感じですか？は、私が1個上です。あ、そうなんですね。1個下。今入社何年目ですか？入社私が5年目。5年目で、だから4年目。なるほど、ありがとうございます、はい、今日身につけてるもののブランドと買った時のお値段教えてもらってもいいですか？服は上下どっちもザラで、多分5000円くらいと8000円くらい、うん、これはヴィトンのバッグで、ちょっとお母さんからもらって、値段はちょっと分かりません。サングラスは、ジェントルモンスター3万くらいです。指輪は、どっちも、スファロフスキーで1万円くらいですね、どっちも。スニーカーはこれオニツカタイガーで多分2万くらいでした。2万くらい。お、かわいいですね。2万くらい。ネックレスはティファニーで11万くらい。はい、じゃあいいですか、次。はい、上下のセットアップが、はい、これセレクトショップで買ったんですけど、はい、どこのブランドだったかちょっと覚えてなくて、だいたい10万ぐらい、上下で10万ぐらい。上下で10万ぐらい、はい、あ、中に着てる T シャツはこれメゾンキツネで1万5000円ぐらい。1万5000円ぐらい。これバッグが一世三宅で、これが8万ぐらいですね。何ぐらい、はい、靴がこれがジミーチューで、買った時は確か2万円ぐらいで買いました。かっこいいですね、はい、リングが、はい、これどっちもマルジェラで、マルジェラ1万5000円と2万4000円ぐらい、うんうん、このサングラスがジェントルモンスターで、これは2万円ぐらいで買いました。お揃いなんですね、はい、お洋服に毎月いくらぐらい使いますか？でも毎月は買わないから。そうですね、なんかまとまってワンシーズン、うん、10万とか、うん、それくらいかな。バーンって買うみたいな。 OK、うん、です。なんかボーナス入ったら買うみたいな感じですか？あ、そうですね、ボーナスで。ボーナスって年に何回くらい入るんですか？これ2回ですね。2回、はい、結構2人で一緒に買い物するんですか？しますね。結構します。結構します、はい、趣味やっぱ合います。なんか雰囲気似てるじゃないですか。合うよね。そうですね、結構この靴もお揃いで買ってて、いいっすね、なんかこういうの、はい、シャツもおそろで買っちゃう。おそろいなんだ。おそろい大好き、はい、いいっすね、おそろい買ってます。